がとう。ありがとう。ユーザヒャンさん、ビルマさん、ヤンカーさん、フチさん、めっちゃ可愛いゲストありがとうございます。ありがとう。思い出した、私はタワーのお礼をあれだ、今度しますって言ってまだできていなかったので最悪でした。今あれじゃん、止まったよね。固まってたよね。あれ固まってなかった、私の画面だけ。あ、止まったよね絶対止まったよね。半目でしたよね、多分半目だったよねあのエアポッツを配信始まる直前まで音楽聴いてて、エアポッツを慌てて外して30分だったので配信して、もうそのまま置いてたから今直したの、こうやって下でケースに入れたらなんか繋がっちゃった、 iPad とあ、ちょっとじゃああれです、よいしょ、取ってこよう。はい、よいしょ。私もみんなが踊らされて、はい、シュウイチさん、タワーいつかな、前回の配信ぐらいの時のやつ、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかね書いてたんだけど忘れちゃってたごめんなさい。ありがとう。ありでした。ホワイトデーのやつかな。ホワイトデー、あ、びっくりしたホワイトデーは3月14日、ちょっと2月と一瞬勘違いして時空が飛んだかと思った。ありがとうございました。今もう消すものを持ってき忘れたので今日は消さずに置いとこう結婚ギフト、鳥さんさん、エビちゃん、コールさん、リョタさん。結婚はあんまり結婚願望ないです結婚願望がないのでしません。ヒロアカ T シャツ、お茶子ちゃん、後ろにはね絵が描いてる、顔が描いてる、見える T シャツです。エアポッツ何代目、エアポッツ1代目なんだかんだ1代目だよ。大切に、あの何度かもうなくして出会えないかと思ったけど、なんだかんだ共にいます。
さん、桜ありがとう。桜ってもう咲いてるの？早いところはもう咲いてるか。早く見たいな。ちょうちさん、桜ありがとう。ゆずきちさん、かわいいギフトありがとうございます。今日はあのダンスの練習してて、夜さっきまで配信は今日はちょっとやめとこうかなって思ったんですけど、明日あの公演じゃないですか、チャートリー公演じゃないですか、東京で。それで、あ、そういえば声出しが解禁されて初めての公演じゃないかとかいろいろ考えてたらテンションが上がっちゃってそう話したくなったので配信しました。ありがとう、話してくれて。明日よろしくお願いします。楽しみだね。竹芝音楽祭よろしくお願いします。そう、コールはさやかです。コールはさやかでお願いします。そう、アゲアゲで待ってます。そう、え、何年ぶりだろう聞くの。本当に何年ぶりだろう。もう2年3年ぶりとか、3年ぶりか。声出るか心配、声出しの練習今して。今はちょっと苦情が来ちゃうから、もう夜だから朝してください。めちゃぶり。早朝もちょっとダメだね。楽しみだ。そう、あと今日半袖着てたから、半袖着て練習してたからなんか寒くって、すごいめっちゃ大げさにダンスをね踊ってたの。あの公園でそのまま公園でやったら、あのえどうしたっていうぐらい大げさに踊ったの。そう、温めるためにね、半袖で寒かったから体を温めようと思って、そうだからちょっとテンションが上がりました。だから明日の公演もしかしたらその余韻が残ってるかもしれん。でもどうだろう、結構それぐらいでいいのかもしれない。私はセック長男さん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。でも半袖はまだ寒いね。寒かった。長袖ですね、まだ。明日の髪型どうしようかな。明日寒くなるの？そうなの？あ、だからなんかもう今日も寒くない？夜だから？あ、明日雨なんだ。
かね、私のスマホ待ち受けのロック画面に天気が出るように設定してたんですけど、なんか多分なんか自分で変えたと思うんですけど、天気じゃなくてねなんか月のさ、月が今半月です満月ですみたいなちょっと待って、これなんて読むんだろうちょっと読み方が分かんないけど、なんか月のね現在のやつが出るように変わっちゃった。あ、加減だ加減だ、今加減です。鬼滅見てないぜって言われるけど言われてるけど私鬼滅見てるな私鬼滅見てるな、あ、おかしいなだいぶ本誌の時から見てるな。はじめまして、はじめまして、ステレオテート2期生のさやかりんこと原田さやかです、よろしくお願いします自己紹介、自己紹介ってさ何したらいいんだろうね。本当に初めましての人に会う時ってさ、自己紹介って何してる、何を言ってる。もちきゅうさん、桜ありがとう。そう、え、本当に初対面の方ってさ何が気になるかな、自分だったら趣味とか、あ、仕事とか趣味か、志望動機ってそんなえ、なんか面接の話してる今出身地、確かに確かに天気のまあ、はじめまして原田さやかです、今日はいいお天気ですね、今日曇りですねなんかちょっと変わった印象は相手に残せるかもしれないこうさん、桜ありがとう、ありがとう。確かに出身はね、出身地か、福岡県出身です。好きな食べ物ってさ、なんか自己紹介とかで言いがちだけどさ、初対面の人の好きな食べ物って気になるのかな。どうなんだろう。面接？確かに、なんかすっごい聞いたこともない食べ物とかだったら気になるかもえ、それは何ですかみたいな。トリケロさん、ありがとう、星ありがとう。あ、まあ確かにね、話を広げるのには最適か、そっかそっか、確かに最、え、じゃあさ、私
好きな食べ物はリンゴとだし巻き卵です、と赤木です。絶対広げて広げてくださいあ、俺もえ、自分で広げるの？好きなもの言った側が広げるの？赤木とはって、ね、全く一緒、本当？え、それ本当？本当？ってならん？え、きなこ好きよ。きなこもね、ちょっと今迷ったよ。赤木が思ったより知られてないの？赤木だよ嘘、赤木って何なんだろうね冷静に考えたらあれ何なんだろう。なんかね、おそらく海藻なの、あれ。なんかネバネバしてるんですけど、あ、海藻で合ってた。あ、そう、もずく、私もずくかめかぶか赤木かの3択なんですけど、その中のどれかで、どれかを気分によって買いますそう、もずくかめかぶか赤木かで迷います。でも赤木だけ粘り気があります。陰踏んでた今陰踏んでた座右の銘、座右の銘ってさ、難しいよね。なんて答えるのが正解なんだろう。座右の銘、座右の銘、左右の目正解がないから難しいよね。私だいたい左右の目書くときはその人生はにゃんとかなるって中学生ぐらいの時からもうずっと書いてるんですけどいや難しいよね人生はにゃんとかなるっていう、そう、本があって、そう、本のタイトルなんです。これ本がなんか猫ちゃんがいっぱいいて、一ページずつその言葉が書いてて、心に来る言葉みたいのが書いてる本があって、それが好きで、その本が好きでそれをねずっと言ってたわけですけど、どうなんだろうねこれそろそろ変えるべきかなえ、そろそろ変えた方がいいのかなどう思う？もう私も21になりまして、座右の銘何ですかって聞かれて、人生はにゃんとかなる変えた方がいいかなどうなんだろうね。ん、変えなくてもいいツインテールできるじゃ大丈夫ほんと、
今日はね、今日もね、さっき配信始まる直前に結んだんですけど、普段はしないので、これは私はいつまでツインテール大丈夫かなって思った。にゃんともならんわって。そう、人生はね、にゃんとかはなるんですけど、にゃんともならないこともあるということもね、にゃんともならないこともあるということも、もう学んだのでそろそろ座右の銘変えた方がいいのかな。次なんかアンケートとかで座右の銘書く時があったら変えてるかもしれません急に大人ってにゃんてこった、にゃんてこった、人生はにゃんとかなる、にゃんとかなるが、にゃんとかならないこともある。だがそれを受け入れることで、それもまたにゃんとかなっているのだ。人生はワンとかなる違います、人生はワンダフルです。深いのかって言われてる私は深いようで深くない話をすることはできるけど今のは深くないようで深くなかった、浅いようで浅かったです。そう、私猫アレルギーなんですよ。私が猫アレルギーなことってにゃんともならないじゃないですかそう、にゃんともならないこともあるんです。私はこんなに猫が好きなんですけど、猫と関われない定めのもとにあるので、悲しいですね。17歳の原田さんの話を聞きたい。そう、今日は唐突にメールで、さやからメールで17歳の写真を送ったんですけど何かね、いつ言われたかもう忘れちゃったんですけど、幸が薄い顔だよねってだいぶ前にね言われたことがあって、そう、確かに幸が薄そうな顔でしたね。私は過去の写真を見返してみたら、なんかでもその当時は結構それが心にきて、あ、私幸が薄いんだ、幸が薄いって何なんだろうって思って結構ね気にしてたんですよ。誰から、どなたに言われたのそれはちょっと控えさせていただきます。ちょっとあの身内身内の方に言われたので、ちょっとそれはあの印象に関わってくるので控えさせていただきますはい、そう、ちょっとあのね、その相手は多分特にね、あの私が多分普通に言ったと思うんでしょう。なのでちょっと
待って3分前なの？ほんとじゃん、あっという間だ。そう、あっという間でした。変なところで話が終わっちゃった。結局サチが薄いって言われたことまでしか話せなかった。テロップが5、テロップ何の話したっけ。待って、もうすでに私この30分の記憶がないかも。あ、あれだね、ちょっと今思い返してる。何しようかな、何しようかな。ちょっと待って、テロップより先に壇上を読ませていただきます。切れちゃいそう。13位、はじめさん、ありがとうございます。12位、トリケロさん、ありがとうございます。11位、ビルマさん、ありがとうございます。10位、セッコ長男さん、ありがとうございます。9位、ちくわドーナツさん、ありがとうございます。8位、いっこうさん、ありがとうございます。7位、つなさん、ありがとうございます。6位、かずささん、ありがとうございます。5位、もちきゅうさん、ありがとうございます。4位、かずさん、最下位に倒し、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、おつかれさん、ありがとうございます。そして1位、しょういちさん、ありがとうございます。ありがとう。おー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 。そして明日大吉の方はととちゃんさんです。おめでとうございます。パチ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 、ありがとう。待って待って、テロップ間に合うかな、間に合うかな。待って待って、 N N と